まずは松平のサーブから始まります。西村のレシーブ、台上の展開からまずは松平のポイントです。声を出しました松平健太。グリップにふーっと息を吐きかけました吉村真晴。フリックはネットに当たってオーバー。自分のサーブで2本取りました。渡辺さん、まずは松平が2本取りましたね。そうですね、もう気持ちの入れ替えがうまいですよね。もう T リーグでやっぱ活躍してるだけあって、このシックスオールになって急にパッとギアを入れていくっていうのが、はい、相手にとってもやりづらいと思いますね。今度は吉村のサーブ、 YG サーブを使うミドル前、回り込んだ、カウンター上がっていました。松平のブロック、3連続ポイント。今このバックへの長いツッツキレシーブですね、はい、これがもうこのカウンターを見ましたね。なるほど、はい、で先ほど言ったようにこのバックサイドの勝負というところで吉村も読んだつもりだったんですけれども、はい、最初のレシーブでもう詰まらされてますから、で次の回り込みドライブも、はい、もう詰まった状態で打ったわけですよね。ですからもう松平にとっては最後ストレートへのカウンターはそんなに難しくなかったと。なるほど、はい、ということで渡辺さんは最初のツッツキが非常に大きかったということですね。そういうことですね。これ今までにないレシーブですよね、はい、特にまあ4ゲーム目うまく台上でこう崩してただけに思い切ったことがやってきたことはこう吉村にとっては想定外だったと、はい、ただそれはやっぱりこう最初のサービスで2本取ってるからできたっていうレシーブでもあるわけですね、はい、そうですね。6-9タイムアウトが明けました。琉球アスティーダ吉村真晴のタイムアウトでした。得意のサーブ、台上勝負、吉村もしっかりと対応しました。セブンライン、こういう大きい展開にはやっぱ強いですね、険しい表情、声を出しました。琉球アスティーダの吉村真晴、チームのキャプテンです。昨シーズンはこの TT 埼玉のキャプテンを務めていました。今度は松平のサーブ、9-7、大きな展開だ、食らいつく松平、カウンターに行くが膝をつきました。9-8、やはり渡辺さん、大きな展開は吉村ですね。そうですね、あれぐらいしっかり調節して打たれるともう本当に松平も前で処理しきれないですよね、はい、パワーがありますから、松平3連続ポイントから吉村の2連続ポイント、1点差。思い切ってバックハンドを振りました、9オール。お互いに3連続ポイントで9オールです。タオルを使います。卓球は両者あるいは両ペアの得点の合計が6の倍数の時にタオルを使うことができます。9-9、18ですのでタオルを使いました。今度は吉村のサーブです。巡回転、浮いた、ドライブ、なんと4連続ポイント、逆転でマッチポイントを握りました。渡辺さん、すごいですね。今の、 サイドへ行ったツッツキに対しての松平の浅いループですね、はい、あれをストレートに持っていきがちなんですよ、多くの選手は、はい、それで大体ネットに引っかかったりするんですけれども、吉村それを分かってますよね、ですからバックサイド持ってきました、はい、マッチポイント、フリックはネットに当たってオーバー、デンオールデュースです。 T リーグは2ゲーム目の最後のフリックミスと同じですよね、はい、自分のサーブの回転が残ってるんですけどね、T リーグは今シーズンから各マッチの最終ゲームとそれからビクトリーマッチだけがデュースがあります。さあ10オール、ここからは2点差をつける必要があります。サーブは一本交代です。逆をついた、思い切ってバックハンドを振りましたがオーバー、左右に振っていった吉村真晴、コースをつきました。再びマッチポイントです。吉村が勝てばマッチカウントは2-0になります。
松平が勝てばマッチカウントは1対1、はい、大事なこの第2マッチクライマックスです。ミドルをついた、ロビングで対応する吉村、松平のポイント、松平が非常にうまくミドルをつきましたね。そうですね、イレブンオールです。渡辺さん、ここからは何が大事になりますか。ここもう読みですよ、もう吉村はずっともうこの最初の2本以外は松平のサーブを読み切ってますから、レシーブから積極的に出ますよね、はい、この1本目も読み切れるかどうか、はい、ストップレシーブバクった、うん、吉村のポイント、松平としては今の3球目行くべきでしたね、台上で。そうですか、はい、もうあそこずっとチキータでやられてたのを、ストップしてきたわけですから、はい、12-11。さあ吉村はここでミドルがつきにくいところへサーブ出さなければいけないですよ、はいはい、両サイドもうバッチリ入ってますから、うわー、もうタッチレシーブ、この状況で素晴らしいフリックを見せました松平健太。これもサーブがちょっとかぶりましたね、かぶっちゃいましたね、この表情です。クエルボール、ふっと息を吐きました吉村真晴。吉村は10、11、12と3度あったマッチポイント、一方松平は初めて迎えるマッチポイント。吉村のサーブ、懸命に仕掛ける、吉村もノータッチ、お互いに譲りません、サーティーオール。渡辺さん、ものすごいゲームになってきました。そうですね、これはすごいハイレベルですし、読み合いもすごいですよね、もう本当にこう読めたところを思い切っていった方が最後勝ちますね、そうですね。チキンタッパカンドを振る、吉村の包丁バックハンドが振れています。あそこに行ったらもうチキータしてこないっていうことをこう松原は分かってると思うんですけどね、はい、吉村真晴フォア、寄りにずっと松平サーブ出してるわけですよ。でさっきその前もこう吉村にうまくフォアへ突っつきさせるとかって中途半端なレシーブをさせて攻撃したんですけどね、4度目のマッチポイント、わあ、最後はエッジ、15-13 吉村真晴ルーキーはスリーダー、4度目のマッチポイントを見逃せました。第2マッチはなんとなんとファイナルゲームまでもつれました。ファイナルゲームも15-13というスコアでした。2対0で琉球ペアが取りました。第2マッチからはシングルスです。 TT 埼玉は松平健太、琉球スピードは昨シーズン TT 埼玉のキャプテンを務めていた吉村真晴でした。渡辺さんはお互いに非常に好調なんだと評価されましたね。はい、もう非常にいいプレーでした。2人とも、もうサービスレシーブ全部こう質の高いあのボールがたくさん出てましたからね。ただ最後、まあ、吉村にラッキーもありましたけれども、松平がこううまく読み切れなかったってところも特に台上のボールですね。台上があれだけうまいのに思い切ってこう前に出れなかったのがやっぱちょっと本人も悔やまれるところだと思うんですよね。ああいうふうにこう台上のストップで点数を取ったり、台上に止めてくるっていうところをこう読んで深いツッツキをしたりと多彩なはずなんですけどね。まあでも本当に素晴らしい好ゲームでした。はい。